ねえねえ、マリサ。どうしてイギリス人って皮肉好きとか言われるの？皮肉好きっていうか、イギリス人はブラックユーモアが好きなんだろうな。ブラックユーモアは、文学や演劇の文化の中で培われてきた文化で、言葉遊びの要素があるため、間接的でわかりにくい表現が多いんだぜ。ほうほう、どんな感じなのかな？アメリカンジョークでは、わかりやすいジョークや下ネタなどのジョークが多く、大声でゲラゲラ笑うような直接的な笑いが多いな。まあ、ハリウッド映画でもそんな感じよね。それに比べて、イギリスのブラックユーモアでは、語からクスッとなるようなわかりにくい間接的なジョークが多いんだぜ。そのため、イギリスのブラックユーモアが理解できるアメリカ人は半分以下しかいないとも言われているな。どうして、そんな文化になったのかな？紳士文化があるため、遠回しな言い方をするし、悲観主義的なので、自虐ネタも多くなりがちなんだぜ。例えばどんなのがあるの？ああ、エリザベス女王が、とあるパーティーでカナダの元トルドー首相と同席して、彼がスピーチで私は女王が治世している間の12人目の首相となりましたと、健康で長生きされていることを称えたんだ。エリザベス女王はすごく、格尺としてるもんね。御年96歳とは思えないわ。すると女王はお返しのスピーチで私に老いを感じさせてくれた首相に感謝いたしますと始めたんだ。自虐とブラックな皮肉を込めたジョークは王族だって得意なんだぜ。年齢のことは言うなって感じだったのかもね。日本の皇族じゃ、できない切り返しで面白いわ。ああ、じゃあ今回は、そんな英国から日本にこの度上陸した巨大軍事企業 BAE システムズについて、じっくり解説するんだぜ。ここ20年くらいで世界の軍需産業で台頭してきたから、あまり知らない人も多いしな。ゆっくりしていってね。さて、BAE システムズは今年の1月に日本法人 BAE システムズジャパン合同会社を設立しているぜ。株式会社じゃなくて、合同会社なんだ。まあ、日本で何かを製造するわけじゃないからな。合同会社の方が経営の自由度も高いし、海外企業の日本法人としては、おかしなことじゃないぜ。なるほどね、場所はどこにあるの？東京の六本木、有名なアーク森ビルにオフィスがあるようだな。はい、やっぱり大企業は違うわね。どうして BAE って表記なの？ E が小文字って何か意味があるの？元々の社名がブリティッシュエアロスケープって時があったから BAE という表記の時があるみたいだけど、今の本社ホームページを見ると BAE になってるから、以下 BAE で統一するぜ。アメリカだとロッキードとか、日本だと三菱とか、そういうのが軍事会社っていうイメージなんだけど、イギリスの軍事会社ってよく聞いたことがないんだけど、国営の会社だったり、民間の会社が結構統合したんだぜ。ちょっと BAE の成り立ちから解説するぜ。お願いします。1981年のサッチャー政権下での国営企業の民営化政策の一つとして、ブリティッシュエアロスペース BAE の株式が市場へ売却され、半官半民の株式会社として上場した後、1985年に政府の株式はほぼ売却され、民営化が完了したんだ。これが源流だな。ふむふむ。前身の BAE 自体が、ホーカーシドレイ、ブラックバーン、ビッカース・アームストロング、ブリストルといった飛行機マニアには有名な企業が統合された企業なんだ。その他にもスコティッシュ・アビエーションとか、ハンティングとかの民間航空機会社も一緒になっているな。ほうほう、聞いたことある社名だわ。1999年には、マルコーニ・エレクトロニック・システムズを合併して BAE システムズという会社になったんだぜ。ふむふむ。その後、宇宙分野やミサイルの部門を他社へ売ったり、逆にユナイテッドディフェンスインダストリーズを買収することで、軍用車両の大手になったりしてるんだ。エアバスの株式も以前は持っていたが、これは売っているから、現在はほとんど軍事専門メーカーと言っても差し支えないな。いろいろあって、そうなったのね。会社の規模はどれくらいなの？従業員数が約9万人、売上高が約200億ユーロつまり、ざっくり2兆8000億円だから、超大企業だぜ。でっかいことはわかるけど、どんな規模感かな。単純には比較できないけど、三菱重工と同程度だ。でも、三菱重工の防衛産業比率は 6% 程度だから、軍事企業としては、BAE システムズが圧倒的に上だな。ざっくり世界で7番目に大きい軍事会社なんだぜ。なるほどね。どんな兵器を作ってるの？有名なところでは、第4世代戦闘機のユーロファイタータイフーン、アスチュート級原子力潜水艦、クイーンエリザベス級航空母艦だな。聞いたことある有名な兵器ね。陸海空で、いろんな兵器を作ってるぜ。陸軍向けだと、M2M3 ブラッドリー、M113 装甲兵員輸送車、M109 パラディン、アーチャー、M777 榴弾砲、チャレンジャー 2BT、ウォリアー追跡装甲車、および SA80 アサルトライフルだな。
ほうほう。海軍向けだと、アスチュート級潜水艦、26型フリゲート艦、ドレッドノート級潜水艦。それに核兵器の間接的な生産でフランスの ASMP ミサイルの製造と支援に関与しているぜ。へぇ？核兵器まで、空軍関係だと、テンペストプロジェクトという第6世代の戦闘機プロジェクトと推進中だ。おそらく世界で最初の第6世代戦闘機になる可能性が高いな。日本もプロジェクトに参加するっていうあれね。現時点では、どのような形でプロジェクトに参加するのかは不明だけどな。米ロッキード・マーチンの第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2プログラムの主要パートナーにも参画しているから、戦闘機開発の能力はすごいんだぜ。ふむふむ。まあ、日本ではあまり有名ではなかった BAE システムズだけど、世界の軍事関係者では知らない人間はいない大企業なんだぜ。どうして、BAE システムズは日本法人を作ったの？まあ、主目的は F3 共同開発に本格的に参画するためだろうけど、新会社の設立により日本の産業界と包括的に協力するほか、防衛省や自衛隊との関係強化を目指すんだろうな。まあ、そういうことなら日本法人は必要よね。日本国内では知る人ぞ知る企業であった BAE システムズだが、その状況を大きく変えることになったのが、2000年代後半から本格的に開始された航空自衛隊の F4EJ 海戦闘機を後継する新戦闘機の導入計画第4次 FX だ。最終的には F35 になったのよね。ここで BAE は、イギリス、イタリア、ドイツ、スペインが共同開発し、同社も開発と生産に携わる戦闘機ユーロファイタータイフーンを航空自衛隊に提案してたんだぜ。イギリスの戦闘機になる可能性もあったのね。もちろん、航空自衛隊は創設から現在に至るまでアメリカと密接だぜ。国内開発した三菱 F1 と、三菱重工業とジェネラルダイナミクスが共同開発した F2 を除けば、航空自衛隊は一貫してアメリカで開発された戦闘機の運用を続けていたしな。まあ、戦後ずっとそうだったしね。第4次 FX でも、結局はアメリカ政府とロッキード・マーティンが共同で提案した F-35A を採用している。イギリスの戦闘機を購入するのはハードル高いよね。しかし F-35A は、過去に航空自衛隊が採用したアメリカ製戦闘機に比べて国内企業の生産分担が著しく減少した一方で、イギリス政府と BAE システムズは日本国内での高い比率でのライセンス生産を容認しただけでなく、採用された際には将来の能力向上計画に日本企業が参画できる可能性も示唆したんだ。それは魅力的かも。売上が減少していた国内防衛産業や、同じ理由で自らの存在意義が脅かされつつあった防衛装備庁などは、イギリス政府と BAE システムズの提案を好意的に受け止めたんだ。アメリカの言いなりだけじゃつまんないってことかな。これを機に BAE システムズの認知度はもちろんのこと、イギリスと産業面でも防衛協力を推進していくという機運も高まったんだ。現在は空対空ミサイルやレーダーの共同研究もしてるぜ。もちろん F3 計画もな。アメリカ一辺倒から、イギリスとも考えるっていうのは進歩かもね。これとは別に、BAE との協業でメリットを得られると考えられる点があるぜ。それは日本の防衛装備品の輸出においてだ。どういうこと？条件付きながら防衛装備品の海外移転を認めた防衛装備移転三原則が2014年に制定されてから7年以上が経過しているけど、自衛隊から退役した航空機や航空機部品の譲渡を除けば、海外への防衛装備品の移転実績は、2020年にフィリピンとの間で成立した警戒管制レーダーしかないんだ。その状況を変えられる可能性があるぜ。ほうほう。日本の防衛装備品が国際市場で競争力を持てない理由の一つは、輸出後のサポート体制が他国に比べて貧弱なことにあるぜ。工業基盤が充実していない非先進国への防衛装備品の輸出にあたっては、その後も長期にわたって保守整備のサポートが求められることが多いが、現時点で日本企業にはこれに対応できる能力はないな。それじゃあ、売れないのも当然よね。BAE システムズは非先進国へ向けた防衛装備品の輸出実績が豊富で、保守整備だけでなくマーケティングやセールスのノウハウも保有しているからな。そのためには経験が豊富な外国企業との協業は不可欠で、BAE はいい協力先になるかもな。それなら結構ずくめね。まあ、喜んでばかり入られない部分もあるぜ。BAE システムズはさっき言った通り世界7位の軍事企業で、すっごくタフな相手でもあるんだぜ。そうそう甘い相手じゃないってことだ。イギリスの会社だしね。過去には結構大きな汚職事件も起こしてるな。チリ、チェコ共和国、ルーマニア、サウジアラビア、南アフリカ、タンザニア、カタールへの武器販売で、2010年には米国と英国に多額の罰金を払ってるぜ。ほうほう。
サウジへの戦闘機や、チリ、ルーマニア、タンザニア、南アフリカ、チェコでもやらかしてるな。世界中で黒い噂があるってこと？他の武器メーカーもやってるぜ。っていうかそれくらいはやらなきゃ、実際には兵器ビジネスに参入なんかできないんだ。相手は非先進国で、賄賂の一つや二つ、要求されるのは常識だぜ。その辺に踏み込んでいく覚悟が、日本の防衛省や武器メーカーにあるのかな？ BAE システムズに教えてもらうといいな、笑い事じゃなくて。そうそう、BAE システムズは、英国政府にも大きな影響力を持っているんだ。どういうこと？ロビン・クック元外務大臣は、在任中に BAE の会長がダウニング街10番地の庭の扉の鍵を持っているように見えることを知った。確かに、私は BAE に不快感を与えるような決定を政府が思いつくことを知らなかったと言ってるぜ。ダウニング街10番地ってイギリス政府のことね。米国の民主党と共和党の候補者と組織の両方にとっても大きな寄付者だな。外国企業では2番目だそうだ。いろいろとやってるのね。大手武器メーカーってそんなもんだぜ。まあ、日本企業が正面から太刀打ちするのは、困難だな。F3 計画ではうまくやってほしいわね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。